今がピークってことかしら？思えばリカとも随分長いお付き合いになってまいりましたわね。最初の出会いこそあなたが私に同情したことがきっかけでいい気分ではありませんでしたけど、今は。私、自分の人生に役立ちそうな知恵はたくさん溜め込んでおりますが、何に役立つかわからない知識はいまいち抱え込む気になれませんの。え？私もお茶会に出席？いえ、結構ですわ。お茶自体そこまで好きではありませんし、参加者の皆さんも私が一緒だと居づらさを感じますでしょ。